白坂慎太郎です。今回はフランチャイズ失敗談ということで、まあどなたかのですね、学びになるかもしれないというふうに思ったので、まあ、個人的なですね、まあ、失敗談っていうのを今回は共有させていただきたいと思います。まあ私はもともと会社員だったんですよね。だから23歳から30歳っていうのは、まあ普通に会社に、入社して、まあ、勤めています。7年間ですね。学習塾の、まあ、講師という形で、まあ、7年間ですね、まあ、授業をやるということで、まあね、小学生、中学生の、まあ、中学受験、高校受験の、まあ、受験指導というのをですね、まあ、会社員として、勤めながら、まあ、やっていたということなんですよね。なんですけど、途中でですね、まあ、はっきり言って離婚っていうのを体験して、まあ、どうしても人生変えたかったんですよね。なんかね、やっぱりそのすごくこう離婚っていうのは、まあすごく今までの人生っていうのを考える大きな転機になったので、いやもうこれはとにかく人生変えたいということで、まあね、その時にまあ結局最終的にはまあ会社を辞めると、退職するというまあ決断をしました。なんですけど、まあ結局ね、とにかく人生変えたかったから会社を辞めるってことはもう決めてたんですよね。まあ決断したんですよ。ものすごいね、たくさん反対されましたけど、親からも反対されましたし、会社の上司とかね、からもすごい反対されて、まあとにかくね、みんながね、辞めない方がいいっていうことをものすごいね、説得を図られたんですけれども、まあね、もうその自分が人生を何が何でも変えたいっていう思いっていうのはもうね、全然びくとも揺らがなかったので、もうとにかくね、辞めますと。100人中100人反対したとしても辞めますということで、まあ、本気の人を止めることができる人なんてね、世の中に誰もいませんから。だから本当に辞めたんですよ。辞めたんですけど、ね、実は、ね、人生変えたい、だから会社を辞めます、そこまでは良かったんですけど、辞めた後どうするのかっていうことは実は、ね、決めてなかったんですよね。まあ、はっきり言って会社自体がすごくやっぱり忙しい会社だったんで、まあ、勤めながらその後のことを考えるってことは実質できなかったんですよ。まあ、しかも辞めると言ったとしてもやっぱり7年間お世話になってるわけなので、まあ、結局ね、その退職日までは全身全霊全力で、まあね、まあ、恩返しという言い方をしたらねちょっと傲慢ですけれども、まあ、何かね自分が7年間で培ってきたものは何か残せないかなということで、まあ、一生懸命まあやってたんですよね。で辞める、で実際辞められた、まあ、そこまでは良かったんですけど、ね、その後何をするかっていうのは決めてなかったんですね。だからもう1ヶ月ぐらいは完全に、まあね、何もしないっていう、まあ、時間を作ったんですよ。うん、だからその1ヶ月間とにかくもう毎日毎日ひたすらひたすら本を読んでたんですね。とにかく自宅にまあ引きこもって、まあ、ひたすらひたすら空いた時間は全部本を読んで、まあ、次何をするべきかっていうことをまあ考えてた。まあ、本を鏡にしながら一生懸命自分自身と向き合って、まあ、考えてたんですね。ってなった時に、まあね、転職するっていう選択肢も当然ありましたし、まあ、独立起業するっていう選択肢もあったんですけれども、まあ、最終的にはその中間みたいな形で、まあ、フランチャイズで独立起業するっていう、結果に なりました。うん、やっぱ転職を考えてたぐらいだったんで、まあ、独立起業するっていうのはやっぱり不安があったんですよね。うん、まあ、塾講師だったんで人に何かね、まあ、特に子どもたちにね勉強を教える、社会を教えるっていうことに関しては自信があったんですけど、まあ、逆に言えばできることってそれぐらいしかなかったんで、まあ、経営とか起業っていうのはやっぱりねあんまりなんか成功確率が高いっていうイメージがなかったんですよね。うん、なんか本当になんかね10社中1社しかとか、なんかそういうねすごくこう厳しい数字みたいなのをやっぱり聞いたこともあったんで、やっぱ転職しようかなって考えたこともあったんですよ。もう一回別の会社にね就職し直そうかなっていうふうに考えたこともあって、で独立起業もしたいなというのもあって、だ結果的にはなんかその中間のなんかフランチャイズで独立起業するみたいな感じになったんですね。だからまあ1ヶ月間考えて、まあ、結局その次の月にまあフランチャイズ加盟っていうことを決めて、で会社を作って、で最初はね結局そのフランチャイズ契約という形で、まあ、それでまあ独立起業したっていうのがまあ最初でした。うん、でまあフランチャイズのね、まあ、結局塾っていうのでまあ独立起業したということになるんですけれども、まあ、結果的にこれがまあ失敗することになるということなんですよね。でまあフランチャイズっていう仕組みとかビジネスモデルが悪かったっていうよりも、
合わなかったんですよ、私には。フランチャイズっていうのが、うん、だからフランチャイズがもうね、100人中100人にとっていいとか100人中100人にとって悪いとかっていうことじゃなくて、フランチャイズという仕組みシステムそのものが私の個人ですね、私個人の気質には合わなかったっていうことなんですね。でそれで失敗したということになります。で、まあ、もっと具体的な方がもっと分かりやすいかなっていうことがあるので、まあ、もう少しこう、掘っていきますけれども、まあ、塾で、起業したんですね。だから要するに塾を、ね、フランチャイズ展開している、会社さんと、まあ、フランチャイズ契約を結んでフランチャイズで独立起業したんですよ。で当然ですね、まあ、はっきり言って生徒は最初0人から始まるわけですよね、うん、で、まあ、生徒が、ゼロの状態で、あとそのフランチャイズっていうのは個別指導の塾だったので、まあ、結局個別指導っていうことで、まあ、生徒最大ですね3人に対して、講師が1人つくという、まあ、そういう個別指導の、まあ、フランチャイズだったんですね。だから、まあ、講師も同時に募集 しないといけないということですよね。で生徒も、ね、増やしたい、でも講師を増やさなければ生徒も増やせないみたいな、まあ、そういう、まあ形、いわゆる個別指導塾、当時はですね、まあ、はっきり言った集団塾に対して個別指導塾っていうことで、まあね、時流に乗ってたっていうか、まあ、時代の流れに沿っていた、まあ、そういう事業ビジネスだったんですね。ってなった時に当然最初は生徒0人ですということですよね、まあ、そこで、まあ、結局5ヶ月間ですね、まあ、最初の立ち上げから5ヶ月間は毎月赤字で、6ヶ月目に初めて黒字になったという形でした。でってことはゼロから、まあ、塾立ち上げて黒字ができたんだから成功じゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、その黒字化した後の1年後にはもう私はその塾を売ってるんですね。で売ってるって言ってもすごい高い金額で売れたっていうことではなくて、まあ、はっきり言ったらまあほぼ、ね、最小限の金額で売って出るんですよ。だからまあ自分が投資した金額以下でまあ売ってるんで、だからまあ実際失敗なんですよね。じゃあなんで生徒ゼロから始めて、ね、5ヶ月赤字続きで6ヶ月目で黒字化して、まあ、あとはねどんどん拡大していくだけっていう段階なのに、もうわずかその1年後に売ってるのかっていうことなんですけど、これがまあ私がね、まあ、はっきり言ったら、まあ社会に対してとかフランチャイズっていうことに対してのまあ無知だったっていうところがあるんですけど、まあ、結果的にねフランチャイズってやっぱりこう中間みたいな感じで、ね、その従業員と完全な独立企業の中間みたいな感じだったんで、塾業界とか、まあ、業界の素人向きのビジネスモデルだっていうことに売った後に気づいたんですね。売った後に気づいたんですよ、うん、だから私は塾業界っていうのは少なくても素人じゃなかったんですよね。会社で7年以上勤めていて、まあ、それこそ、ね、ものすごいたくさんの子どもたちとか保護者と実際接したことがあった。だから塾業界に関しては素人じゃなかったんですよ、うん、だからフランチャイズ向きじゃなかったんですね私は、うん、フランチャイズってその業界の素人の人でもある一定の品質の商品サービスっていうのが提供できるっていうのが、まあ、売りっていうところがあったんですけど、それは今だから言えることであって、それは最初は分かんなかったんですよ。独立起業するときは、フランチャイズに加盟するときは。で、なんで気づけたかっていうと、私が結局、まあ、フランチャイズの教室っていうのを立ち上げて、まあ、結局1年5ヶ月ぐらいで、まあ、売ってるんですけれども、買ってくださったのが水産業の会社さんだったんですよ。水産業、本業が水産業の会社さんが私の塾っていうのを買ってくださったんですね。で、水産業ってね、塾業界素人じゃないですか。実際、その例えば社長さんが生徒にね実際授業をしたり保護者面談したりっていうことをやってる、わけではないので、完全な素人じゃないですか、塾に関してはですよ。なんですけど、そういうね、会社さんこそが逆に塾のフランチャイズ向きであり、そちらの方の方が圧倒的に多いんだって買ったんだっていうことを実は売った後気づいたんですね、うん、で塾っていうのは結局、まあ、塾のフランチャイズをやってる会社さんっていうのは当時はですよ、当時は、ね、農林水産業関係の、まあ、第一次産業の農林水産業関係の会社さんとか、もしくは、建設業ですね、第二次産業の建設業の会社さんとかが塾のフランチャイズに入ってる場合が多かったんです。
ですね。なんでそういう業界の方々が塾のフランチャイズに入るかっていうことなんですけど、その売上の立て方っていうのが全然違うんですよ。農林水産業とか、ね、建設とか、それはもう塾をやるより もう売上の金額ってもう桁違いに大きいんですよね。もう1桁2桁以上大きい金額でやってるわけですよ。何億何十億みたいな感じでやってるわけです。その代わり売上っていうのがすごくこう不定期で、まあ、不確実なんですよね。で1回の売上っていうのはものすごく大きな売上っていうのがドーンと農林水産だったりもしくは建設だったりっていうのは立つんですけれども、それって毎月の定額みたいな感じじゃないわけですよ。だから建設も大きいね受注があったら大きい金額の売上が入るんだけど、受注がなかったら全然売上がないとか、ね、農林水産も一緒ですよね。でなんか収穫時期で収穫できてそれを売るっていう時はもうなんか1年分の売上っていうのが一気にドーンって上がるんですけど、毎月毎月の安定的な売上じゃないわけですよ。それからすると1桁2桁小さな塾っていうのは金額自体は売上の金額自体は農林水産業とか建設に比べればはるかに小さいんですけれども、その代わり毎月ある一定の売上っていうのはまあ見込めるんですよね、うん、だからまあ生徒さんっていうのが、まあ、例えば4月から3月まで1年間通ってくれるということになると、毎月毎月のお月謝みたいな感じで、まあね月謝を、払ってくださるし、会社としては売り上げとして立てることができるわけですよ。でそう考えると、まあ、農林水産業の会社さんとか建設業の会社さんからするとある意味リスク分散みたいな状態になるんですよね。だ本業の方は大きな金額が上がるんだけど、その代わり不定期ですと、うん、で、塾の方は金額は小さいんだけど毎月ある程度こう、ね、定額で入ってくるから、ね、結局その2つのビジネスをやることによってリスク分散ができるという考え方なんですですね。だからその塾業界の素人の会社さんこそが逆に塾業界に入ってくる際に、まあ、フランチャイズっていう仕組みビジネスモデルっていうのを利用するとっていうのが実情だったんですね。でもこんなのは今だから分かっていることであって、当時はそんなことも全然知らなかったんですよ。だから私にはそのフランチャイズの個別指導塾っていうのは全く合わなかったんですね。全く合わなかったんですよ。なんでかって言ったら、その前に7年間自分で子どもたちに授業をして、で保護者対応をして、何より、ね、自分が集団授業をやりながら、ね、受験指導をしてたわけですよね、うん、だから私が、やってたのは本当に小学校で1番とか2番の子たち、各小学校の1番とか2番の子たちを、まあ、いかにね難関中学校に合格させるかみたいな本当の進学塾をやってたんで、まあ、会社勤めてたんで、ね、だからまあ東京の開成中とか、ね、兵庫県の灘中とか鹿児島のラサールとか、まあ、そういったところに合格させるっていうことをやっていたんで、ね、個別指導塾っていうのはね、まあ、そういうこうなんか塾業界の過去の体験みたいなのが邪魔だったんですよね、はっきり言って、うん、全然違うんですよ。個別指導ってなるとはっきり言ってまず対象は中学生が中心だし、ねまあ、学力的にはね学校のテストで20点とか40点とか、まあ、そういう、こう点数が低い子たちの、まあ、どっちかって言ったら学校の補習みたいな状態だったんですよね。で教科的にももう数学とか英語っていうのが圧倒的にまあ人気があって、まあね、学校ので数学の授業を受けてるんだけど数学が全然わかんないと、ね、学校のテストは20点だ40点だみたいな、っていう子たちに対して、ね、大学生講師が、まあ、生徒最大3人につき1人みたいな、っていう状態で、まあ、入っていくということで、どっちかって言ったら商品が、まあ、合格っていうよりは、ね、なんかねサービス業的な感じなんですよね。学費の割には授業時間っていうのもすごく少なかったし、ねまあ、それでなんかねものすごく劇的に成績が上がるっていうよりは、今まで20点だった点数が40点になりましたとか、40点だったテストが、ね、60点になりましたみたいな感じで、まあ、生徒とか保護者が喜んでくれるというような、まあ、なんかね合格が売りっていうよりはなんかそういうなんか、ね、生徒満足保護者満足度の向上みたいな、まあ、そういう、こうサービス業的な要素っていうのがすごく強かったんですね。うん、それはそれでね顧客の需要っていうのがあれば、まあ、実際商売ビジネスとしては十分成り立つんですけれども、私はその前に進学塾の講師っていうのをやってたんで、その過去の体験とか記憶って知識っていうのがすごい邪魔したんですよね。だからなんか、うん、合わなかったんですよ。とにかく、うん、だからとにかくなんかもう進学塾の時に本当にねクリスマスも年末年始も全部返上で猛烈に勉強してすごい猛特訓して、ね、本当にね、
すごい倍率の高いところをなんとか合格させてきた、体験からするとすごくなんかあの緩さみたいな、なんか週1回週2回通って、ね、なんか勉強を70分ぐらいやって、それで、ね、なんかあ20点だったのが40点になりましたみたいな、ああいったのはちょっと私には合わなかったんですね。だからちょっとこうなんかこう我慢できなかったんですよ、うん、でもフランチャイズだったら、まあね、勝手なことできないじゃないですか。個別指導っていうチラシ打ってるのに集団指導っていうわけにはいかないし、ね、やっぱり自分がやりたいことっていうのはフランチャイズの枠がある以上、まあ、できないわけですよ、うん、っていうことで、結局売るということになったんですね、まあ、手放すっていうか売るということになったわけです、うん、で結果的には、まあね、その、売却したのが15年前ということになるんですけども、今でもね、その私が最初に01で立ち上げた塾っていうのは、まあ、15年経った今でも、実際運営してますので、だからビジネスモデル自体がダメだったっていうわけではないと思うんですね。もし本当にそのビジネスモデル自体がダメだったらもうね15年も続いてるはずがないん で今確認してもやっぱりね、まだ運営し続けてるみたいだったので、だからやっぱりね、モデルビジネスモデル自体が悪かったわけじゃなくて、フランチャイズってそういう意味ではね、素人でもある一定の商品サービスシステムが提供できるっていうところにすごい売りがあるんだなっていうことを、まあ、結局この体験この失敗談から学ぶことができたということです。まあ、本当はね、自分が投資した金額の10倍100倍の金額で売れれば、まあ、今で言うなんか M&A みたいな感じでね、逆にこうね会社を売るのに成功しましたとか、っていう感じにで話せるのかもしれないんですけど、実際はまあね01で立ち上げる時に使ったお金よりも低い金額で買っていただいたので、まあはっきり言って私の中ではこれは失敗だったということですよね。まあ、ただ人生ってすごい面白いものでね、この失敗体験っていうのが次の成功につながったりするんですよね。だから私には合わなかったっていうだけなんですよ、フランチャイズっていうのは。うん、私には合わなかった、でもね、合う人もいるし合う会社さんもあるんですよね。だからその業界に関しては商品サービスに関しては素人なんだけども、でもはっきり言って利益が出そうとか儲かりそうだからやってみたいっていうね、そういう業界の素人の方々がまあね、売上を上げる利益を上げるっていう意味ではフランチャイズっていうのは、まあ、ビジネスモデル的には、まあ、今でも全然有効だと思っていますし、まあ、私個人にとってはフランチャイズをやったってことは私にとっては失敗でしたけれども、でもその失敗体験っていうのがその後の成功につながるからつながったので、まあ、人生ってやっぱり面白いなっていうふうに感じているということです。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。